メモリーテックホールディングスキューテックグラフィニカ夢太カンパニー株式会社夢太カンパニーは日本のアニメ制作会社株式会社グラフィニカの子会社日本動画協会制会員旧夢太カンパニーと春フィルムメーカーとの吸収合併により設立した TYO アニメーションズが2017年11月30日にグラフィニカにより買収され東証号へ変更 ここでは、旧夢フトカンパニーと、TYO アニメーションズの歴史や作品についても、記述する。1986年3月5日、有限会社静岡アニメーションとして設立。代表の山口荘は、多摩プロダクションを経て、トランスアーツ、東映動画などの作品に参加していたアニメーター。テレビアニメでは、スタジオギャロップや、スタジオディーンの作品を中心に、 外中プロダクションとして参加した。夢ふとカンパニーの名前が知られるようになったのは、アニメ業界を舞台にした OVA アニメーション制作進行クロミちゃんによってである。監督の大地平太郎が積極的にプロモーションを行い、アニメ雑誌、アニメージュでも制作の経緯が連載記事になり、キャラクターデザインの渡辺はじめによる4コマ漫画が連載された。 元受け制作は OVA のみに止まっていたが、2003年にはミニシリーズながら、まっすぐに行こうで、テレビアニメの元受け制作を行った。翌2004年からは、遥かなる時空の中でマイナス8要所をマイナスで、テレビシリーズに本格的に乗り出した。2005年、広告映像制作を行う、株式会社 TYO に買収され、 春フィルムメーカーとともに TYO グループ参加となる。2009年7月、夢フトカンパニーを、存続会社として、春フィルムメーカーを、九州合併し、株式会社 TYO アニメーションズに、称号を変更した。その際、春フィルムメーカーから、代表取締役として、春田勝則、取締役として、佐藤淳一らを迎えた。同年10月、春田が、 代表取締役及び TYO 取締役を退任して退社し、資本金を2000万円から1000万円に減資した。佐藤は2011年に取締役を退任、その後も2016年まで所属していた。TYO の意向に従い、旧 UMF とカンパニーハルフィルムメーカー両者に分散していた、業務、資産などの集約とコストダウン、及び企画。 制作力の強化が図られており、合併後は2010年末頃まで、元受け制作において、一部を除きそれぞれの旧社名を、制作ブランド名として使用した。以後、全作品が、TYO アニメーションズ名義で制作が行われている。2017年11月30日付でグラフィニカの100%子会社となり、再び、株式会社ユメフトカンパニーに、称号を変更した。 これによりメモリーテックグループの一員となる。2018年代表取締役の死去に伴い活動停止、生産したアートボックスより作画撮影スタッフの一部が移籍している。ありがとうございます。